エップフェンバッハは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー軍に属す、マチソンで、バイプシュタット自治体行政連合及び、ブルンネンレギオン観光地域に所属する。エップフェンバッハは、クライヒガウ北部、小オーデンワルト辺縁部に位置する。ハイデルベルクから約24キロメートル、かつての軍庁所在地ジンスハイムから12キロメートルの距離にある。エップフェンバッハは、 ロップバッハ、ライヒャルツハウゼン、ヘルムシュタットバーゲン、バイプシュタット、ナイデンシュタイン、エッシルブロンとシュペヒバッハの7つの市町村と境を接している。この町の最初の記録は1286年で、ラインホルト・フォン・ラーデンブルクとそのつまりおばの寄贈証書に、イップフィンバックとして登場する。この寄贈証書は、両者がその書量をシェーナウ修道院に寄贈するという内容のものである。 統治権は1325年にマインツ大司教に売却され、さらに早くも1344年には騎士エンゲルハルト・フォン・ヒルシュホルンに七入れされた。続く何世紀もの間に領主権は転々とした。1350年にはエプフェンバッハの村役場についての最も古い記録が現れる。1496年、この村は ローベンフェルト修道院と争いになった。この女子修道院が支払い義務のあった旧ヨハネス教会の等の修復費用支払いを拒否したためである。1556年から57年にプファルツ選定校オットーハインリッヒによって宗教改革がもたらされた。30年戦争の勃発でエプフェンバフ派にも前クライヒガウ地方にも苦難の時代が訪れた。 1622年にティリー博軍がこの村を焼き打ちし、1643年には400人のロトリン元ン騎士兵がエプフェンマッハのヨハネス教会を包囲した。当時の村長、ハンス・デンエルは包囲軍により東部を銃撃され亡くなったと伝えられている。戦争が終わった時には72人中15人しか生存者がいなかった。1799年にこの村は、 フランス軍に略奪され、1812年には、エプフェンバッフ派の住民も、ナポレオンのロシア遠征に借り出された。バーデンで、プロテスタント同盟が結成された2年後の1823年に、改革派トルター派が、共同出資し、共同の学校が設立された。エプフェンバッフ派は、議長である主張を除き、12議席からなる。行政は、 直接選挙で選出される任期8年の主張が司さどっている。2007年の選挙では決選投票で38.38% 38の票を獲得したヨアヒム・ベーゼネッカーが勝利し、エプフェンバッハ初のセリの主張となった。ズンガラ、銀字でやや低い位置にある青い波体の上に緑の葉を2枚付けた緑の枝に実った赤いリンゴの実。村の名前の由来については、 議論の余地がある。人名由来説と植物名由来説である。リンゴと小川に由来するという属説に基づく、現在のデザインは1752年から裁判所の印象に用いられている。1901年に町はこの紋章を採択した。旗は青から白で、1978年に制定された。ローベンフェルト修道院の旧不液農場。 1718年建造の建物で現在は郷土博物館となっている。エップフェンバッハの郷土博物館は1850年頃の農家の日用品や地元の農家、手工業者の仕事道具を展示している。博物館は理想的に改装された1718年に建造されたかつての修道院譜役農場の木組建築を利用している。 エップフェンバッハは、修道530号線に面している。バイプシタットやジンスハイムを経由して、連邦アウトバーン A6 号線にアクセスできる。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献であり、日本語版作成に際して、直接参照してはおりません。ありがとうございます。